ファンの皆さんこんばんは。今夜はここ横浜スタジアムから横浜ベイスターズ対広島東洋カープナイトゲームの模様を実況川木直樹でお伝えしてまいります。ベイスターズはエースの三浦、そしてカープは黒田以上のような両先発となっています。さあ間もなくプレーボールとなります。さあ注目の立ち上がりカープの攻撃、トップバッターは尾形。おっ、直球外れました。ワンボール。さあ次の投球です。変化球ストライク、アウトコースへ。高め際どいボール。スローカーブ打ちました。あと取れない、ヒットになります。バッターは2番山崎。山崎初球から打っていった。セカンドで2塁フォースアウト、1塁もアウト、ダブルプレイ。ベイスターズいい守備を見せました。バッターは3番島。外のボール球打った。1塁送球、1塁アウト。カープスコアボードに0の文字が入ります。これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは石井。スライダーをまずはインコース。打ちました、そよぎジャンプ。一塁送り、一塁アウト、ワンアウトです。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番小池。打ちました、初球打ち、あと取れない。ボールは中継、記録はヒット、記録はヒットです。ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターは3番金城。あーとまた初球打ち、ボールを取って二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁アウト、ゲッツー。0対0ベイスターズ無得点で終了です。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは4番新井。インコースの変化球ストライク、フォークボールを使ってきました。ボールカウントワンダッシング。セカンドへ送る。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターはベテラン前田。第1球を投げた、スローカーブはストライク。まずは外角高め、ワンナッシュから投げました。ヒット、二塁へ、セーフ、二塁はセーフ。ここで迎えるバッターは栗原。第1球を投げました、内角ストレート決まってストライク。アウトコースわずかに外れてボール。カットボールはボール。栗原集中しています。スローカーブ打った、センターバック。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。センター掴みました、二塁セーフ、一塁へ。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。右バッターボックスは7番ソヨキ。落ちる球ボール、外れました。さあ2球目、第3球を投げた、一塁線うまく転がった、ファウル。打ちました、ランニングキャッチ取りました、ファーストへ。そしてバッターはクラ。第1球を投げた、村田両手を広げて掴みました。結局ランナー2人残塁。2回の表が終わって0対0カープ、一瞬にしてチャンス消滅です。これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは佐伯。ボール外れました、これはわずかに低いか。インサイド判定はボール、ノーストライク2ボール。スライダー打ちました、サードから一塁送球、一塁アウト、ワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。そして右バッターボックスには田村。低め際どい、ボール。
三島交代、ライトセンター見送った、ホームランだ、ホームラン、ホームランです。先制ホームラン、右中間スタンドへ吸い込まれていった、ライトスタンド狂気乱舞、ベイスターズ先制1対0。バッターは6番種田。低め際どい球、ボール。変化球ストライクインローへ。打った、また入るか、どうだ、入るか、ダイレクトで当たった。さあこれでワンアウトランナー一塁。右バッターボックスは村田。第1球を投げました。ワンボールから投げました。ノーツーから投げました。外れたボール。さあ4球目、サードから2塁送球、2塁アウト、アウト、ゲッツー。今日2回目の併殺でこの回を終えました。2回が終わって1対0、ベイスターズ先制点を挙げています。カープ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー黒田。低め、フォーク決まってストライク。さあ次の投球です。打ちました、これはヒットになります。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。ここで打者一巡してバッターは尾形、今日2打席目。第1球を投げた、スローカーブ決まってストライク。膝元変化球ストライク。追い込んで投げた、打った、セカンド横飛び、二塁送球、二塁フォースアウト、一塁転送、アウト、ダブルプレイ。ベイスターズいい守備を見せました。山崎打った、ライト前進、ダミーキャッチ、ライト取りました。3回表が終了して1対0、ベイスターズ1点リードは変わりません。これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは8番相川。スライダーをまずは外角、低い球を打ちました。これはセカンドファーストへ送る、一塁アウト、ワンアウトです。打ちました、詰まった、ファースト取りました。ここで打者一巡してバッターは石井、今日2打席目。低めわずかに外れてボール。膝元追求ストライク、ボールカウントワイドワン。低め判定はボール。次は4球目、投げました、高めわずかに外れてボール。流し打ち、サード取りました。最後はサードライナーに打ち取られました。序盤終わって1対0、ベイスターズ無得点で終了です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは3番島、これが2打席目になります。初球打ちました、アウト、取れない、ボールは中継、記録はヒット。そして右バッターボックスには新井、今日2打席目。内角カットボール外れてボール、アウトコース高めいっぱい、ストライク。打ちました、取った。今日3つ目のダブルプレイ。初球を打った、ヒット、カープ同点のチャンスを迎えます。バッターは6番栗原、今日2打席目。打った、ボールを取った、一塁アウト。結局一塁残塁で終了です。4回表が終了して1対0、ベイスターズ1点リードは変わりません。ベイスターズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番小池、これが2打席目になります。変化球ストライク、インローへ、
ショートのこっちみ。セカンドベイスターズ先頭バッターが塁に出ます。バッターは3番金城、今日2打席目。第1球をライトアウトサイド、判定はボール。第2球を投げました、打ちました、掴んだ、2塁送る、2塁アウト、1塁へ、1塁もアウト、ダブルプレイ。ベイスターズ今日3つ目のダブルプレイ。速球ボール、これはわずかに低いか、引っ張った、これは大きい、ファウル。打った、宇宙間へ大きい当たり、さらに伸びる、伸びていった、見上げた、ホームラン、ホームランです。ソロホームラン、宇宙間スタンドに突き刺さった。プロががっくりとうなだれます。バッターは5番タムラ、今日2打席目。フォークはストライク、ワンストライクノーボール。フォーク打った、宇宙間へ、島下がった、ワンバウンド、ライトからセカンドへ、2塁はセーフ、バッターランナー2塁でストップ。田村ライトオーバーのツーベースヒット。右バッターボックスは6番種田、これが2打席目になります。落ちる球外れました、スライダーボール、わずかに内側。第3球を投げた、ノースリーから第4球を投げた、一塁送球アウト、スリーアウトです。4回が終わって2対0ベイスターズ、この回1点を加えています。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは7番そよぎ、今日2打席目。ボールインサイド、わずかに外れた、ワンボール。低めフォーク外れて、ボールノーツー、これは引っ掛けた、ショート取った、一塁送る、一塁アウト、そよぎ、これで2打席連続ノーヒット。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番クラ、これが2打席目になります。セカンド取りました。バッターはピッチャークローザー。打った、少し詰まっているか、ショート掴みました。最後はショートフライに倒れました。5回表が終了して2対0ベイスターズ、2点リードは変わりません。これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは7番村田、今日2打席目。直球ボール、インコースへボール、インサイド、胸元はボール、ノースリー、打ちました、ファウルボール。際どい球選んでフォアボール、先頭バッターを出してしまいました。バッターはオープンスタンスの相川、これが2打席目になります。速球見送ってボール、ノーストライク、ワンボール。さあ次の投球です。打ちました、取った、送球がそれた、セカンドへ送る、ファーストへ、一塁はセーフ、フィルダースチョイスが記録されます。バッターはピッチャー三浦、ストレートはボール、まずは高め、ワンボール。第2球を投げました、真ん中低め直球ストライク、シュート見送ってボール、三浦よく見ています、高めシュート外れてボール、ワンスリー、ワンエンドスリーから投げた、フォークボールストライク、測ったようにインコースいっぱい、おっスリーバントだ、ファーストへ送る三浦、ここはきっちりつなぎます。ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。打順は1番に戻って石井、これが3打席目になります。ボールを取った、本塁へ、クラ今タッチしてアウト。バッターは2番小池、今日3打席目。さあ1球目、第2球を投げた、内角ボール球打った、掴んだ、一塁へ、一塁アウト、
結局2者残塁です。前半終わって2対0、ベイスターズこの回の攻撃は0で終わっています。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは1番尾形、これが3打席目になります。見送ってボール、ワンボール。ノーツーから第3球を投げました。ストレート外角高め、ボール。これは外れてフォアボール。ストレートのフォアボール。バッターは2番山崎、今日3打席目。さあ1球目、さあ次の投球です。打った、尾形飛び出している、セカンド掴みました。セーフ、一塁はセーフ。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは3番島、これが3打席目になります。高め、カットボール外れてボール。1球目ボールから投げました。打った、ファウル。投球3球目、あと取れない、ヒット。ボールは中継、ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。右バッターボックスは新井、今日3打席目。初球打ってきた、さあこれでワンアウト満塁。ここでバッターは前田、これが3打席目になります。これも初球打ち、掴んで2塁アウト、アウト。3アウトになりました。アウト、ダブルプレー。6回表が終了して2対0、ベイスターズ2点リードは変わりません。